ミュージシャンのガクトが15日、自身の XQ ツイッターを更新し、動画サイトでの暴露投稿で俳優らを脅迫したなどとして、暴力行為法違反など5つの罪に問われた元参院議員ガーシー被告に、14日、東京地裁が懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡したことについて言及しました。ガクトは、そりゃそうだ、身勝手な正義の名のもとに、やりたい放題やった結果、きつい言い方になるが、同情のしようもない、自業自得。ガーシーの目的は金、大義は後付け。法に触れることを本当にしていないのなら、捕まることもなかったはず。一番残念なことは、彼をきっかけに身勝手な正義を振りかざす、狂った連中が未だ増えていること。言葉や正義感は、誰かを守ったり幸せにするために使え。まあ、それじゃフォロワーが、増えないんだろうが、フォロワー商業が成り立つ世の中が生んだ、悲劇とも言えると私見を綴りました。